ので、まあちょっとライブの改めてちょっとお知らせ&ちょっと多分明日終わってからもしかしたらできないかもしれない、結構遅くなっちゃうので、なのでちょっと今日はまだ時間があるのでちょっと配信してみようかなと思って、ちょっとこの時間帯に配信してみたいと思います。ただちょっと短い時間になっちゃうんですけれども、お付き合いいただける方ぜひお付き合いください。ということで改めまして自己紹介をいたします。はい、私はゆすこと福島ゆかです。福島県出身でソロのアイドル、そしてアイドル専門誌ラックユーアイドルパスという雑誌を編集取材をしながらライブ活動を行う日本初の本格編集アイドルとして活動しています。はい、ということでですね、まあ本当に今言った通り明日がラックユーアイドルフェス我々の主催公演ということで、明日に向けて必要なものとか準備しないといけないこととかって、まあ結構ちょろちょろってあるので、なんかあの配信1回目のお昼の配信の後はそのちょっと準備とかをしてました。改めましてやすくん、こんばん。やす、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして石ころさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そしてコッスンさん、あ、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてよろしくお願いします。トランさんが暇になったのでロムしに来ました。ロムって何ですかね。ありがとうございます。YM さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ショウさん、お中間ありがとうございます。あ、ビギナーになってる。ビギナーなんですか。あれ、そのイメージがなかったんですけども、はい、どうかこの時間帯も、私なんかまだまだ花粉症で聞き取りにくいと思うんですけれども、お付き合いください。名古屋で雪降ってた。お、名古屋行かれたんですね。お疲れ様ですね。あの名古屋でキャンディーゴーゴーの皆さんがライブに出ているね、ちょっと昨日帰りの車の中でもそんな話をしてたんですけども、なんかあのアイアイがちょっと腰を痛めてしまったんですね、アイルちゃんが。でその話もう本当に心配で、本当にね、いつどこでどうなるかちょっと本当わかんないので、なんか早く、もう一日も早く良くなるようにって話をちょっとスタッフさん含めてなんかしてたんですよ。だから今日はね休演ということで残念だったんですけどね、早く直してほしいなと思います。ポッポン活用しなそまりさん、おつゆさまです。ありがとうございます。よろしくお願いします。名古屋じゃなくて豊橋、名古屋じゃないんだ。ちょっと私地理弱いんですけども、よろしくお願いします。間違えた、キャンディーさんはってことで、なんか愛知県ってことですね、つまりはね。愛知なのかな。雪国じゃないから慣れてないね、名古屋ならってことで、わからないけど多分名古屋も雪は全然降るんですよね。でなんか我々って結構その自分たちのところが雪国なんで、なんかなんていうか一番うちら降ってるぞみたいなテンションでいる部分があるんですよ。東北とか、そうですね、あの甲信越の方とか、もちろん北海道もそうなんですけど、なんかうちら一番降ってるみたいなテンションでいるんですけど、そんなことはなくて、あの日本っていろんな場所でめちゃくちゃ雪が降るので、そうなんです、どこに行ってもこの冬っていうのはもう本当にタイヤとかちゃんとね、スタッドレスをしっかりね履いて滑り止めしていかないとね、怖いです本当に。昨日行けなくてすみませんでした。いや、あの本当にゆっくり休んで一日も早くね、元の元気に戻れるようにお祈りしてますね。愛知県ってね、なんか私は名古屋にしか多分行ったことがないんですけど、なんかもともとアイドルフェスとかは名古屋とか大阪とかでもやってたので、またやりたいなって思います。ゆか電鉄さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんイエス。よろしくお願いします。東京が5センチ降ってもパニックになるからねってことで、そうだと、そんなイメージがありますね。だから、雪降ったらね、結構、わあ、降ったーみたいなテンションになりますよね。なんか、降って嬉しい時と、うわ、降っちゃったなって時、二通りありますけどね。毎日腹筋をしているのに信じられないですよね。
いつどうなるのか本当わからないですねってことで、そうですね、なんか腹筋をされてるってことは本当に日々体力作りとかねされてると思うので、だからそういう部分ね、ちょっと関係なしにっていうかなってしまうから怖いですね本当に。東京は常時降ります、あ、雪降らないからねってことで、降らないですよね。いつも降ってる時はさ、いつも降ってるのはこっちなんですけど、東京でまあこの気温だったらあっちではこのぐらい降ってるかなみたいなありますからね。はちみつ兄さんこんばんは、ありがとうございます。こんばんです、よろしくお願いします。今日もおつえ様ですということで、おつえ様です。こみさんこんばんは、来てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。まあ大変です、寒い日は。今日もめちゃくちゃ寒いからね、あれなんですけど、でも明日雪というか明日寒くなったらちょっとなって、イベントの時は特に重いんですけど、としひくさんこんばんは、来てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。みやもんさんおばんゆすです、ありがとうございます、よろしくお願いします。なんか明日のライブに向けてやっとマスカラを新しくしたんですよ、そういえば。でも初めて買ったやつだから、あ、初めてじゃないんですけど、同じシリーズの初めてバージョン、別ななんか種類のやつを買ったんですけど、あのめっちゃね、マスカラ界、まつげ界で有名なこのデジャブか、デジャブっていうブランドというか、普通にねドラッグストアとかでも馴染み深いんですけど、あって、それのなんか一番なんかちっちゃいやつを買ったんですよ。ちっちゃいっていうか細いやつか、地まつげ際立てって書いてある、この産毛もキャッチ、すごい超極細細ブラシなので、私はですね、まつげに関してはですね、いろいろ考えるんですけど、うお細い、めっちゃちっちゃい、ちっちゃいんです、これ、これでちっちゃい、これはちっちゃい。私だってなんか1個前使ったやつはこれのなんか太さが、太さで言ったら、多分平気で5倍ぐらいの太さの、だからめっちゃこれは繊細だな、さすがに産毛もキャッチするのか。いや、これはだからかなりナチュラルか、ぬるつけまつげみたいな、そうですね、これは良さそうですね。まあこれはいいとして、やっぱまつげってなんかすごいね、いつも思うんですけど、一番大事なのは地まつげなんですよ。地まつげを太くすることが一番いいと思うんです。だからあのまつげの美容液みたいなの塗るんですけど、そうやってなんか効きすぎちゃう時があって、私はなんか、ま、あの結構、私はっていうか周りにも結構いるんですけど、まつげじゃないとこからこう間違えてなんかこうなんていうんだろう、瞬きするとその美容液がこの辺についてしまって、この辺からたくましいなんかまつげみたいなものが生えてくるっていうか、じゃあ産毛がまつげ化したようなものが生えてくることがあって、だから強いんだと思って、強すぎるんだ私にはと思ったので、最近はなんかナチュラルにまつげを生やしつつ、なんか繊細なマスカラを使うように心がけてます。なんか まつげってね、あの人によるんですけど、人形みたいに一本一本が極太な強めなまつげを生やすパターンもあって、それすごいステージ映えするからめっちゃいいと思うんですけど、ただなんか似合う似合わないもあるし、なんかね、すごいね、太くなっちゃうと怖くなっちゃうね、私は。だから地まつげをちゃんとして強くして、でも余計なとこからまつげを生やさないで、こういうナチュラルなマスカラをして頑張ってみようって思って、最近そんな感じです。てかなんなら最近マスカラを塗らないようにしてましたね、ちょっとまつげ期待期間みたいな。早く暖かくなってほしい、あ、高くなってほしいですね。もうなんか早く半袖着たいです。やっぱ夏服が一番私は楽なんでね、好きです。一番夏が好きだし、夏服が好きなんで、早く夏になってほしいですね。
昨日も寒かったね。ユスは暖かかったですよ。なので暖かかった。寒さも吹き飛ばすようなね、熱いステージをね、熱い笑いとともに、かっこ笑い。昨日の配信でアリ姉さんがバッシングしてた。バッシングだってそんなあれですけど、いじってたマスクですね。今後手に入れることはできないのでしょうかってことで、あれはオンライン物販でいくらいくらお買い上げ以上の方、いくらいくら以上お買い上げの方に付録みたいな感じでつけてたんですけど、オンライン物販、そうだな、最近そういえばやってないですね。まあライブの時にオンラインのチェキを販売したりはするんですけど、なんか前はその今日のオンライン特典会ってことで企画としてやってたんですよね。なのでそういうなんか機会がまたあったらいいかなと思いますね。マスカラにも濃度的なものがあるんですか、塗るつけまつげなのかってことで、なんかこれ結構なぎさりんさんとか、それこそキャンディー55のまつげに関してはうるさいこだわりが強い人なんですけどなんかりんちゃんもまつげのそういう美容液とかを塗ってて、まつげを強くして、なんかつけまつげとか、あとそういうまつげエクステみたいなものにはやらないで、自まつげを最強にしておこうっていう、同じ派閥なんですよ。なんか見た感じで、なんか多分同じようなまつげ の美容液を塗ってて、でなんかりんちゃんも ここら辺から多分毛を生やしてたと思う、わかんない、なんかつぶやいてたの見たんですよね前に。なのであれなんですけど、なんかそのやっぱめっちゃ太くするぞっていうパターンと、自まつげがそのままめっちゃ長くなったよって見せるパターンと、あとなんかカール力がすっごいキープされてずっとめちゃくちゃこう上がってるよみたいな、なんかまつげが逆上がりしてるぐらいな、えいって上がってるよっていうパターンとか、本当に人それぞれまつげにはこだわりがあると思うんですよ。でなんか眉毛描いてない今の私に熱弁されても困ると思うんですけど、まあちょっとそこはねちょっとご了承くださいってことで、私は繊細に一本一本が束にならないで、まあこの人なんか生まれた時からなんかまつげこういうまつげなんだなって思わせるぐらいナチュラルな感じでいきたいです。でも半年前までは逆で、なんかまつげ束になってかかってこいぐらいな感じで、めっちゃ強めな感じでまつげバチバチにしてたんですよ。なんかそれほんとステージで映えると思ってて、なんですけど難点があって、つけ方が多分下手だからなんですけど、やっぱライブが終わった後にこういうまつげのなんか跡みたい、汗でなんか流れたここにまつげがの跡が残っちゃうんですよ、黒く。なんかこれはいかんなと思って、それになんかなんつうんだろう、結局ステージの上でまつげが生えて目がバッチリ見えたとしてもそれもいいけど、私たちってその後特典会があるから、特典会の時にまつげが美しくないと間近でみんなの目を、今マスク生活とか余計見るんですよ。その時になんか違うなと思ってから、マスカラはちゃうねん、私はこっちだっていう風に思うようになったんですよ。なんなら塗らない方がいいみたいなっていうね。ほう、まつげの美容液、そんなことがなるのはありますね。なんかあと私はなんかこの相性が良すぎちゃったらしくて、その美容液とのめっちゃ生えてくるねみたいな。でも生えすぎて困っちゃって、ある時太すぎてみたいな、ゴム太みたくなっちゃってなんか本当にね怖かったです、自分のまつげが。ある時はまつげなんて気にしたことないな。いや男性はあんま気にしないんじゃないですかね、わかんないですけど、メイクされる方ももちろんいるから、こだわってる方いると思うんですけど、こだわってる方はでも少ないと思います。メイク大変なんですね、ゆうさんは何もしなくても。いやいや何もしますよ、全部します全部やります。あ、タッチャンさんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いしますゆっさん的な夏はもうすぐですよねってことで、
あ、そう、もう2月だからもう夏スタートするんだった。かすみんに夏の始まりの儀式しないとって言わないと忘れてました。赤羽さんこんばんイエス、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。本当に寒いです、耐えられません。ということで福島は寒いですよね。でもなんか私何を隠そう、まあ、今ちょっと花粉症でね、鼻声でね、変な声しちゃってますけども、なんだろう、私エアコンつけると結構喉が乾燥しちゃうので、なんか別に自分の部屋にいるときに基本エアコンつけないんですよ。てか東京って別にエアコンいらなくて、暖房のエアコンね、いらないんですよ。うん、なんか別に今もつけてなくて全然平気って感じですね。なんかなんだろう、でも福島は全然つけます。福島にいるときは格が違うので、寒さのっていう、やっぱなんかね、宇都宮あたりからなんか格がだんだん変わってくるので、えって思いますけど、東京は別になんかそうですね、そんなって感じですかね今のところは。自分あのマスク持ってないな、持ってないんでしたっけ、意外でした。まつげだけじゃない、うるさいのは。あ、りんちゃんねいろんなものにね多分私とかね、そのまつげだけじゃなくね、絡んで来られるんで、明日はゆっさんのまつげを注視したいと思います。明日まつげのね存在感どうでしょうかね。タマの方がボリューム感はありますよねってことで、ありますね。全然タマなんてかかってきたら全然ボリューム感が違いますね。俺まつげの美容液は使ってたことある、やめちゃったけど。あ、でも美容液を使うと、まあ、ちょっとそのものにもよるかもしれないんですけど、まつげの人生は全然変わりますね。なんかこう、なんていうか、今使ってないかな、結構弱いと思うんですけど、使ってると、あれ何に例えたらいいんだろう、普段のまつげを例えるなら書道の毛筆の筆みたいな柔らかさなんですけど、それがなんかその辺のいい歯ブラシのあそこのその磨くところみたいなぐらい変わるんですよ、強さが。そうだ、新曲の最新情報あるのでしょうかってことで、ないですね、ないですねとか言って、まだ何も、特に私の SNS とかでも発表できるような内容はまだないです。暖房なしすごいなってことで、まあもう今日とか本当に寒くなくて、私的には、あ、別に家の中に基本的にいるからだと思うんですけど、なんか今年は暖かい方かな、俺も最近暖房つけてない。そう、なんか着るものとか、そうですよ、本当なんか過ごし方というか着てるものによるかもです。普通に暑くてなってくるんですよ、暖房つけて、なんだろう、寝てる時にめっちゃ暑いみたいななったりとか、靴下を履いて寝てるんですけど、なんか結構冬はですよ、暑くてもうなんかやばいみたくなりますもん。カモピテさんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。そしてゆうけんさんちゃん、ありがとうございます、よろしくお願いします。やばい、鼻声が。みなこんさんこんばんイス、ありがとうございます、お願いします。そして美容にも気をつけないとですかねってことで、気をつけますわ、もっとさらに頑張ってって感じでね、私ね。では打ちます、22日に会いましょう。トラさんありがとうございました。新潟から愛を込めてパワー送り、まゆかちゃん配信個人的定期ありがとうございます。で、新潟からね、新潟もっと寒いことでしょ、もっとというか格が違うね。改めてよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。アトムさんユスということで、こんばんユス、ありがとうございます、よろしくお願いします暖房使ってやっと部屋
この室温12度になりました、暖房必須ですねってことで、室温12度はめっちゃ寒いですね。やばいやばいやばい、それは寒いわ。暖房つけなくても今私の部屋の気温が、え、今私14度です14度。なんてかな、そんなもんか東京の室内って。今そうなんですけど、え、不思議ですね。え、だからかそうですよ。だって暖房つけてやっと12度になったぞっていうとつけないで別に今14度で、まあ私今別にあったかいものを着てるから、うん、なんか乾燥しないし喉も顔もいいかなって思ってます。なおちさんこんばんは、ゆすありがとうございます。こんばんは、ゆすよろしくお願いします。ゆすさん気をつけなくても、いや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 気をつけますよ。私の部屋は16度です。あ、じゃあ私は2度高い。それで寒くないのですかってことで、寒くないです。なんだ、私なんかそのなんか空気がねぼんやりしてあったかいと眠くなっちゃったりとか、うん、なんか頭がさぼんやりしてくるので、それよりはなんかちょっと寒いなぐらいの方が合ってるのかな。暖房つけなくて現在の室温2度でも外以下かもしれないです。それは辛いです。一度分けてください。そうですね、一度分けてやっとですね。あやみちゃんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。まつげの話もね、そうなんですけど、でも最近私がハマってるものいくつかあって、お気に入りの香水が先日使い切ってしまったんですよ。でその、まあ、定番お決まりの香水が、まあ、絶対にこう外れがない、外れって言ったらあれですけど、なんかそのもう外さない香水として、私はあのジルスチュアートのホワイトブーケ、そうジルスチュアートにもいろんな種類があるけど一番定番のやつホワイトブーケ、まあとにかく本当に定番の一番人気のやつ、あれが大好きで、あれつけるとすごい落ち着くんですよ。だしなんかこう爽やかで、うーん、なんだろう、何系って言ったらいいんですかね、めっちゃでも爽やか、うん、でその匂いが好きなんですけども、それのロールオンタイプのやつを毎日持ち歩いてたらそれがなくなっちゃって、それでもジルスチュアートになかなか行く機会がなくて、そんななんかこう近場にさ店舗なんて全然ないからと思った時に、でもたまたま立ち寄った柏の葉キャンパスで立ち寄ったあのザラってあるじゃないですか、服屋さんのザラ、ザラでなんか結構ザラが出してる香水めちゃくちゃいいよってみんなこうバズってたんですね。でなんかとりあえずなんか急いで買ってみたんですけど、それがなんかまた私の大好きなロールオンタイプ、こんなに細いの、まず名前がヌードブーケっていうやつで、なんか爽やかだけどなんか女性らしい、通ったら、あ、これつけて通ったら、あ、女の人通ったのかなと思うような感じで、でもちょっと私にはですね色気がありすぎるんですよ、この香りがで、なんかめっちゃいい香り、めちゃくちゃいい香りなんだけど、なんか私の顔には合わないというか、なんか色気なんですよこの香りが。だから最近まだなんか迷い始めて、そうでもすごいいい香りなのでつけるっちゃつけるんですけど、なんかそうね、これはなんかそういう、まあ、でも今本当に日々つけててあれなんですけど、まあ、ジルスチュアートのその定番の香り、その香りがすごくいいので、シャンプーとかコンディショナーとかヘアオイルとかボディーソープもその香りで出てるんですよ。で夢は全部それにしたい。だって私思うんですけど、シャンプー、ヘアオイル、
ボディクリームとかさ、ボディーソープとかってやつを全部さ、今は結構バラバラなんですよ。あんま考えてなくて。そしたらさ、なんか混ざっちゃうじゃないですか。だからいつか富豪になったら全部同じにしたいなって。いや、ジュエルスチャートはやっぱ高級なので。そうなんですよ、高級なんですよ。全部揃えたら大変だなと思うから、うん、まあそれが野望です。お色気 S さん、いやそれはちょっといけないですね。ちょっと S さんおしゃれさんだな。おしゃれでは全然なくてあれなんですけど。あ、またお邪魔します。配信楽しんでね。おやすみゆかちゃん、ゆうきゃんさん、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございました。ザラの香水そんなに人気なんですかってことで、なんか人気ですね。私なんかこれ、私基本ロールオンタイプじゃないと買わないんですけど、なんかアップルなんちゃらってやつがあって、それの香りがめっちゃ爽やかで良かったんですよ。だけどロールオンタイプがたまたまちょっと売り切れてたから、あーって今度行ったら買ってみようかなって。アップル、なんかアップルなんちゃらですね、いいねって。え、富豪に。こっちの富豪でした。早いけど明日も5時起きってことでね、あの本当に5時起きは早すぎる。いやいやいや、やみちゃんこんばんは。あ、言ったか、さっきも。ありがとうございます、よろしくお願いします。改めまして、あ、ゆうきゃんさん音符ありがとうございます。そっちの符号譜面の方のありがとうございます、いただきました。そう、そんな、え、でも早急にちょっと買いに行かんなんないわ。とりあえず、まあ何本あってもね、こういうの種類がいくつあってもいいと思うんで、こうとして、色気出したい時にこれ使いますね。あ、落としちゃった、やばいやばいやばい、動揺して。あと、そうだな、最近私がハマってるもの、ハマってるっていうかハマりそうなものは、あのですね、最近お気に入りのスカートがあって、そのスカートがなんかこうね、ちょっと自分にとってはちょっとサイズが大きかったんですよ。そうだからベルト買おうと思って。でもなんかベルトって通し穴がないとなかなか難しいじゃないですか。でもね、そのスカートには通し穴がなかったです。あのベルトのなんかあるじゃないですか。で、そういう時人ってどうするんだろうと思って行き着いたのが、なんかガチャベルトというもの、え、これ合ってんのかな、で買ってみたんですよ。どうしても欲しくて、ベルトが、これって通し穴なくてもいけますかね。これバンズのやつを買ってみたんですけど、これってさ、なんかあの要するに上からギュッて巻いてえいってやるやつですもんね。これ全部合ってると思うんですけど、これがあれば通し穴なくてもいけんのか、いけないのか、いけると思うんですよ、ギュッてやれば。ガチャベルト買ってみたんですよね。でもこれなんかすごい爽やかで可愛いですよね、デザインが。一本線とね、なんかガチャ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 してていいなと思ったんですけど、私なんかそのスカートがネイビーのスカートなので、ネイビーにしようってめっちゃ可愛いから合うなと思って。で、結構そのおしゃれな人ってベルトをなんかこう垂らすじゃないですか、余分にっていうか、余分じゃないです、あれもおしゃれなんですけど、だから垂らそうと思って計画的にその長さを、これ何センチだっけ、137センチぐらいなんですけど買ったんです。だから私もこれでなんとかおしゃれにできるかなと思って買いました。ベルトを使わないからね、普段。きっと大丈夫、え、大丈夫なんかな、これ使い方わかんないけど、開けてみるか。お、待って、でもこういうベルト使うの初めてだな。え、わかんないかもしれないです。なんかおしゃれって感じだけど、ちょっと待って、え、なになになに、これどうやったら、え、あ、わかったかな、こうか、やっぱ壊さないようにしないと、壊しそう、あ、壊さなかった、ちょっと巻いてみよう。
ガン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 ぶつかっちゃう。ちょっと不安、不安げ。おお。で、こっちか。おお、めっちゃつけやすい。わかりやすい。いいね。これいいです。これ絶対大丈夫な気がしてきました。多分。うん、いい感じ。腹筋もなんか鍛えられそう。鍛えられないか。腹式呼吸がわかりやすい。なるほどね。これでちょっとスカートからこう、これがさ、この部分が垂れてたらおしゃれなんだな。なるほどね。これのミルクフェドと迷ったんです。この間アリネが私に誕生日プレゼントにくれたんですけど、ミルクフェドって書いてあるから可愛いなと思ったんですけど、なんかでも初めてこういうベルト使う身としては、ベルト初心者はちょっとなんか、なんだろう、買いに行かないで、とりあえずなんかこの一番合わせやすそうなやつ、色味がね、やってみた、いいかもしれない。おしゃれな人になった気分。カチューシャ可愛いですね。あ、カチューシャですか。これただ髪の毛がこう垂れてくるので、ただカッてやっちゃっただけなんですけども、そうなんですよ。初見です。昨日はライブお疲れ様でした。ありがとうございます。森戸さん、わあ、森戸さんっていう名字かな、大好きなんですけど、どうしよう。森戸さんに初見ハイタッチしたいと思います。せーの、初見ハイタッチ。森戸千咲ちゃんかなって。みーにゃんさん、こんばんは。来ました、ありがとうございます。よろしくお願いします。うん、これはめっちゃ気に入りましたね。これちょっとつけて、とりあえずちょっと外すか。うん、おー、いいですね、これ使いやすそう。よし、 OK、 これでなんとかなりそうです。で、そのスカートはよし。よし、OK。あ、もう30分経っちゃった。早い。この後10時半から真犯人フラグをね、見てね、その前に明日のライブの準備をしてからやろうと思います、見ようと思います。なので皆さん、もう何を何回も何回も何回も言っちゃうんですけど、明日2月7日はラックユーアイドルフェス、いい赤羽レディーなので、ぜひ遊びに来てください。めっちゃ待ってます。明日少し早めなバレンタインライブなので、私必死にね、バレンタインの準備してました。なので多分というか、ほぼほぼ毎回ラックユーアイドルフェスって当日券が出るんですよ。なので本当に当日急遽来れるよって方とか、あ、予定合うなって方、本当にお待ちしてます。全力でお待ちしてますので、よろしくお願いします。明日よろしくですよってことでね。明日本当に一人でも多くの方に優秀予約で来てほしいです。本当にもう主催だからね、精一杯です。もう頑張るぞと思って、明日私は開演から終演までもう最後までフルでいますので、ぜひ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 盛り上げます。よろしくお願いします。昨日の MC で私の王道キャラを邪魔しない周りを見て、ダメだこりゃが面白かったです。いや、あんなになんか空気が張り詰めたっていうか、いや、シーンってなったなんかライブ初めてだったんで、これはなんか今年ダメそうだなって思いましたよ、あの瞬間。でもそういう時に示し合わせなくても、みんながなんかあの瞬間にその空気を作れるのって、みんなすごい才能だなって改めて、それなんかこんなこと言うと上から見たか聞こえちゃうと思うんですけど、感心しました。すごかったです。だから
あれなんかちょっと本当になんか映像化してほしかったですね。あのシーンはなかなか私も今までいろんなライブさせてもらってきましたけど、なかなか体感できないシーンだったので。ルルブいっぱいユース乗ってた。あ、そう、ちっちゃくも大きくも乗ってて、私もさっきルルブ、そう、こちら、ルルブの福島会津版大版に私掲載していただいてて、まあ、ちょっとちゃっかり表紙にもちょろっといるんですけど、私数えて、あ、何人自分いるなっていうのはちょっと思ってたけど、ぜひ、じゃあ明日皆さん、明日までに買って答え合わせしてみましょう。アイドルフェスで。そう、私たくさんいるんですよね、さりげなく。めっちゃいっぱいいるんですよ。これ切り抜きって言って、写真そのまま使ってるパターンもあれば、あ、そう、切り抜きと言って、皆さんわかると思うんですけどね。なんかこう、待って、ないわ。切り抜きがない。切り抜かれた私の写真。周り透過して、まあ、こういうふうに、こういうふうに、周りの背景を切り取るっていうね。そういう作業結構大変なんですよ。ユスもラックユの編集の時にたまにやるんですけど、それを何枚切り抜いてくれたんだろうと思ってびっくりしました。 明日はラストまでいる？あ、明日はラストまでラックユドルフェスいます。お、そう、おうなんです。あ、アロハさん、アロハー。ありがとうございます。お願いします。笑いの絶えないユサの MC なのに、あの瞬間すごかったですね。すごかったですよね。あんな、なんかすごいです。めっちゃ見てほしかったです。でもワンの主催って MC も含めてすごいですもんね。絶対に負けられない戦いみたいな、なんか試合みたいな感じで私も望んでるので、怖いです、毎回。なんかあんなになんかステージで怖い思いする主催ないです。主催というかライブないので。でも明日のライブ、アイドルフェスは本当に王道って感じで、みんな温かくね どんな時もにこやかなイベントなので、皆さん安心して遊びに来てほしいなって思います。え、すごい、私のプロフィールこうやって書いてくれてたんだ。福島出身のタレント、福島由香さんがご案内。地元福島県が大好きで、福島を盛り上げるための活動には特に力が入る。モデル、タレント活動のほか、アーティストとしても活躍し、ライブにはマンスリーペースで、出演している。だって。すごーい。ありがとうございます。そうですよね。ラブアイズ若松って曲作んないとですね。今日はこれにて、また、改めて顔出します。ゆかさん、またです。ありがとうございます、森戸さん。また遊びに来てください。明日は息子の生誕祭だからごめんねってことで。おー、おめでとうございます。嬉しいですね。素敵素敵。誕生日おめでとうございます。ハサミで切り抜いてるんですかね。あれなんですよ。ハサミで切り抜きたい時もあるんですけど、フォトショップ、みたいな。知ってやります。でもなんか最近本当にアプリとか携帯のアプリとかでも、その背景透過ってやつとかでこう簡単に切り抜きの画像が作れるので、でちょっとお試しあれです。まあ、ちょっとその一発で透過できない時もあるんですけどね。そういう時には自分で手動で直したりできます。後でルルブ見る。いや、見てほしいな、本当に。ぜひ、まだゲットしてない方、ぜひ書店でゲットしてください。ということで、皆様、今日も本当にありがとうございました。明日は本当に大事な勝負の、主催が、ラックユアイドルフェスがありますので、本当に当日券も絶対ありますので、毎回あるから、ぜひ遊びに来てください。一生懸命盛り上げます。絶対楽しい公演にします。では、またお会いしましょう。ありがとうございました。